はい、アイラビューチュです。エミヤンです。今日は、あ庭の草むしり、カったルいやいややってます。ご覧ください。この辺はいいよ、俺やるから。この辺からは、俺やりますよ。あの、奥はいあそですか。はい、わかりました。この辺ね。はいで。そっち、すごいたくさんあるから。あとこの、はい、もしもね、また今日じゃなしに、この裏側もすごいね、毒ダミが。えー、そうですね。あの、ね、今日は、これは、他の意味あります。はい。 これ、とげのあるやつがあるから、気をつけて。今、おいくつなんですか。嘘でしょう。八時過ぎてるんですか。はい、すピンピンしてますね。すええー、はい、すごい。八時、おんとし。年 すごいですね。やっぱ、こうやって動くことが大切なんですかね。ねはい。この気のいい優しいおばちゃんは、山を一個越えたところから草むしりのお手伝いに来てくれる、1時間600円ぐらいでえ2時間ほどやってくれてってね。 そういうのを一日に2件3件やるらしく、それが健康にいいと。確かにこれは大変。腰を下ろしてあげて、腰を使って引き抜いて、ね、えー、これが彼女の言う健康法だと。で 俺も今回日本に帰ってきて、本当人生観というか、今まであのままじゃダメだったんだなって深く反省し、とにかく体を動かすこと、そして人と会うこと、そして明るく、ね、それが嘘でもいいんだけど、とにかく明るい態度で生きることでしかないなってね。 うんそれ以外ね、なんか小難しいね。<え>えー、人が分かんないようなことをやりたがる。るね、俺たち男は特に。ね,ね。それよりかは、あね、えー、大した成果もないよ。1時間600円ぐらいしかあげられないし、ね。これ抜いてるとはいえ、根っこはね、まだ下にたっぷりあって、ね。また来年、えー どんどん入ってきちゃうんだけど、でも何か理由をつけて体を動かすことでしか、うちらの人生はないんじゃないかなっていう気はしてる。ね、うん。このね、物理世界に生まれてきた理由ってのは、やっぱこう、物理空間を移動したり、動かしてみたり、どうしても情報空間とかね、かっこいいことやりがちじゃんね、あれば弱る。うん 結局足腰が弱ってしまうと、もうそんな知ってるよ。ね、知ってる。それにしても、この草むしり、マジつまんなくて、ね。この動画見てアテレコしてるだけでも、ね、もう嫌になっちゃうんだけど、まあしょうがないよね。うどうしても小難しいね、えー、インターネットとか情報空間とかね、えー、瞑想してね、なんかこう宇宙と一体化とか、あれ全然意味なくて、うもうとにかく、ね、 たわいもない草をむしってぶん投げるっていうことの方がよっぽど気持ちいいんだなっていうことに気づいたのがこの日かな。うん、俺いっつもこの辺でなんか生ゴミ捨ててんだよな、めんどくせえから。それがバレねえようにしないといけないから、ううん、そこに、あ,<ー>あんたはそこに捨てんじゃないよってね、こ、ね、親に叱られちゃうから、めんどくせえんだよ、買ったりんだよ、その分別とかさ、いろいろ穴を捨ててんだよね。 もうマジ面倒くさくて、はい。この木にはなんか綺麗な花が咲くよとかいろいろおばちゃんやっぱ詳しいんだ。そういう知識を俺たちは持ち合わせてはいない。もっと若い世代はもっと何も知らないのかもしれないけど、ねはい。なんかこう懐かしい昔の夏の入り口の日本ってものを体験した気がして。 だるいけどね。二度とやりたくねえなとは思ったけど。まあ、とにかく、動くこと。ね。で、小難しいことは考えずに、そこでね、俺はあ、手打ちうどん、手打ちラーメンをチェーンマイに持ち帰ろうかな、ということを考えて、<laughs> えー、弟子入りしたんだよね。それはまた全然違う。う動画ね、えー。やっていきましょう。にしても、毒ダミ。毒ダミは枯れないんだ。冬になっても。だから強い。ね。お茶にして飲むんだけど、超まずい。ね。あ、ん 終わってるかはんはい、I love you 一年です。